どの工程も黒の連続でしたよ。全部手作りですから。大体今から400年くらい前からあったんですよ。例えば先祖が残したやつをなんとか残していかなくちゃなんないな。じゃあ残すためにはどうしなくちゃなんないか。方法を考えないと残してはいけないわけですよね。こういうものがあったから震災に負けないでこれから立ち上がっていかれるんだ。落ち上がりこぼしを見なさいと。落ち上がりはどんなに転がしても転がしても落ち上がるんだと。人間は落ち上がりこぼしのようになんねえとダメだっていうのが私の考えなんです。